はい、おはようございます。ラスカルでございます。本日はマエチンと一緒にご飯に来ております。今だと月2回かの楽しみになってるけど、今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ということでですね、本日訪れておりますのが、もうねちょっと多分画角の中には映ってると思うんですけれども、こちらラーメン藤丸さんでございます。今日はですね、マエチン、ラーメン藤丸さん初めてということで。そうなんですよでももともとさ、いわゆる二郎だったり二郎系のラーメン好きじゃない？好きです、好きです。そのマエチンだったら絶対喜んでもらえる一杯だと思うんですけど、ただですね、こちらの本日訪れている梶原店さんなんですけれども、他の藤丸では味わえない特別なトッピングがございまして、一番有名なところで言うと白というものですね。この白が何なのかというと、油そばみたいな形でですね、新たにアレンジをしてくださるという、まあ、本当にねめちゃくちゃうまいのが売ってんのよ。で今日はちょっと販売はしてないんですけれども、もともと炙りってものがあったりとか、もう本当に他では味わえないここ独特の藤丸が味わえますので、早速今日入っていきますか。はい、楽しみです。で一応ね、今日の撮影時間本当に人気店なんですけれども、お昼の2時過ぎにお話しさせていただいておりまして、店内もだいぶ落ち着いております。なのでせっかくですから、ラーメン藤丸さん初めてのマエチンとしっかりとねこの美味しさ味わってちょっと話しながらね、そうですね、食べていきたいと思いますので、じゃあ早速中入っていきましょうか。はい、ということで、ただいまですねこちらラーメン藤丸梶原店さんの店内に入ってまして、すでにねもう注文は完了しております。でやっぱりねこの大食いの方の動画でラーメン藤丸さんイコール結構でっかいボールだったりとか、もうデカ盛り系の、ね、イメージがあると思うんですけれども、今回はもうせっかくマエチンもいることですから、しっかりと皆さんに味をお伝えできるように、通常でね、皆様も注文ができる商品を、もちろん注文してあります。で僕なんですけれども、いわゆる豚麺という、豚増しのメニューですね、そちらを大盛りにしていろいろねあるトッピングも追加で注文してあります。でもちろんマエチンもね今日豚麺なんだけど、並盛りでいいって言ってたよね。はい、並盛りで。この藤丸さんのラーメンに関しては、はい、通常いわゆるその二郎さんだったりとか二郎系って言われるお店って並って 300g ぐらいじゃない？そうですね。あのここ400なんで。ラスカルさん聞いてないぞ、それは。頑張って。いや、もうもちろん行かせていただきます。まあね、もうね、あのメニューの方はお作りいただいておりますので、完成するまでもう少々お待ちたいと思います。でそしたら僕とマエチンの来ましたよ。あの単体で見ると分かんなかったけど、マエチンずつ並べてみるとこの大盛りサイズね、でもちろん野菜も増してるから全然サイズが違かったわ。まあでもね、せっかく撮影ですけど出来たて食べたいんで早速ちょっと食べ進めますか。はい、申し訳ないんですけど僕の動画なんで僕から食べていいですか？あ、もちろんですよ。すいません、いつも通り。はい、じゃあちょっとお先にいただきます。はい、でねこれ藤丸さん特徴なんだけど、いわゆるクタ野菜と呼ばれてる野菜でして、これ普通のさ、いわゆる二郎さんとかの野菜に比べてクタッとしてない？噛んだ瞬間この油とかこれね一緒に煮込んでる旨味っていうのかな、そういったのが全部入ってるから、この野菜がマジでうまいです。じゃあちょっとこれいただきますね。がっつきすぎてむせた。まあうまい。いやこれマジでうまいな。いや本当に久々なのよこれ食べたの。もう何年ぶりかな。もともと俺もこう足立区住んだじゃない。はいはいはい。だからこう西新井店さんとか近かったんだけど、今川崎に引っ越してたからさ、なかなか行けてないのよ。ちょっと距離あるから行けてなくて、本当に久々だけどうまっ。スープ飲んで麺食べて、毎日も食べてほしいんだけど、野菜大盛りにしたせいでさ麺が全く見えないわ。ちょっと一回食べ進めて、うん、でも一旦スープとか行きます？ちょっと行っちゃってください。行きましょうか。はい、これちょっと藤丸さんのスープですよ。見てこれうまそうじゃない？いや、うまそうっす。やばいでしょ。スープですよ。止まらん。ちょっと待って待って、めっちゃうまいな。仕上がってる。でも一口飲んだだけだったらこの豚のうまみね、はいはいはい、油とかお肉のうまみ超詰まってる。うん。
あとせっかく豚麺にしましたから豚行きましょうよ。この分厚さよ。分厚いっすね。ほどうまい。野菜スープ豚と同じリアクションになってると思うんだけど、うますぎてなのよ。これがもともと行ってた本店さんとか西新井店さんとか、やっぱ学生の頃からさ、ハラスカスってお世話になった、思い出のお店だから、久々に食べるとね、しみる。めちゃくちゃしみる。うまい。もう麺いこう。麺いこう。いっちゃいます。うん、麺いっちゃいましょうか。これ藤丸さんの麺ですよ。この縮れた感じね、もうこの香りなのよ。じゃあ数年ぶりの麺いただきますね。話しかけないで。さんといえばのこのもちもち麺なんですよ。いやー、この食感だよな。やっぱり普通のお店に比べてもさ、これ見てわかるかな、これ麺もちろん昔に比べるとちょっと変わってるらしいんですけど、細めだよね。はいはいはい、結構確かにちょっと細めです。だからこれがね、この油とかスープよく吸い込むし絡むしで、一口が最高にうまいの。ああ、ちょっとね、前チンもこれ初めての藤丸さん行っちゃってくださいよ。やっぱ400は多いな。でもこう見ると豚からいっちゃう、いいんじゃない？うまい。うまい。染み込んでる。わあ、今日もいい顔してる。あ、いっちゃう？野菜。どうです？どうです？確かにシャキシャキが残ってるの珍しい。そう。あの表面がしっかりくたっとしてるけど、でもね、芯にね、このもやしのいい食感っていうのかな、めちゃめちゃ野菜を食べてる感じする。ちゃんとわかる。麺いただきますね。ちょっといってよ、麺。何も言わなくていいですか。いい、食べていい。ちょっと二人で黙々食べますね。一回多分一番会話がない会話。うん、今回の会話は会話ないで。ちょっとこちらがですね、先ほどオープニングでもお話しした白ですね。その白はだから味付け油とほぐし肉っていうのかな、それと刻みネギだね。一回さ、これ二人で行きません？そうっす。うん、ちょっと行っちゃいましょう。これ白うまそう。いただきます。すぐなくなっちゃう。これすぐなくなっちゃうでしょ。ラーメンよりもさ、しょっぱみはそんなに強くないじゃない、うん、純粋に麺の味と油の美味しさっていうのかな、味わえるメニューだし、もちろんこれで薄いよって方は卓上にね、これ返しもありますんで、これでね、ちょっと味調整してもいいかもしれないですね。そのまま入った方が美味しいかもね。うん、もう 200g 食っちゃった。白
かあれだな、仕事でこんなうまいラーメン食えるってめちゃくちゃ幸せなことだな幸せな飯だよ。でそしたらこれマイティーはちょっと注文してないんだけど、多分腹いっぱいになっちゃうと思うから、これちょっと個人的に頼みました。これね、麺つけるとまたうまいのよ。で結局この梶原店さんだと白注文するじゃない、でラーメンも注文するじゃない、でこれを頼むとラーメン、つけ麺、混ぜそばと全部一発で楽しめるから。なるほどじゃあちょっと見てください。これうわ、この油の絡み方やばくない？絡んでですね、うわもう一発で分かりますね、ツヤツヤのいわゆるこの味付け油よりもなんかね甘みがあるんだよね、うんうんうん、なんかちょっとねこの甘じょっぱい感じで油感とめちゃくちゃ進むのよ。まあちょっとせっかくなんでこの油をこれどう追加ですよ。すごい卵も入れちゃおう。普通のこの無料トッピングの油だけかけるのとこのトッピングをかけるのとじゃまたね一味違うんで、ちょっと皆さんも一回試してほしいんですけど、いただきますよ。これうまい、最高にうまいわ。なんかあれだね、もちろんテーブル席で食べるのもいいけど、やっぱ友達と飯食いに来てるからさ、こうやってカウンター横同士で食う方がなんかちょっとうまく感じるねそうですね、なんか素な感じです、うん、これが、ちょっとこの辺りで生卵いっちゃおうかな。俺はちょっと僕は生卵いっちゃいますね。ちなみにだけど今腹何分目？9。卵いいですか？いただいて。お腹いっぱいになってきてても生卵があったらブーストかかるから。そうですよ。うん。うまっ。うん。めっちゃうまくない？めっちゃおすすめ。うん。でこれ個人的に昔から好きなこのトッピングの仕方なんだけど、生卵に卓上のね唐辛子を入れるのよ。生卵を入れると甘くなっちゃうんだけど、そこにこの唐辛子の風味でバランスがねめちゃくちゃ良くなるの。うまい。いやでもうん、あっという間。やっぱ生卵ブースト、これ大きいね、うん、ちなみに私のおかわりが来ました。おかわりですもちろんおかわりも麺とか減らしてない並盛りなんで、これだけで 400g。 僕と同じってことですね。一緒、もう一回スタート。そうですよね、すごい一杯の大食いはしたくないなと思ったっていうか、まあ今日あんま大食いするつもりなかったのよ。みんなにこう紹介したい動画を撮りたかったんだけど、結果おかわりしたら超大食いうん、あ2杯目でもうまいよ。初見の顔してますね。うわっ、ずっと食っててもうまいな、やっぱり。普段のデカ盛りだとできないけど、こうやって2杯目注文すると、はい、途中からでも茹でたての麺に戻るっていう、これ今120点のコンディションに30分撮影した後にもう一回戻ってるからね。何回も出来たて、はじめましてあ、だからさっき初見の顔してた。そう、もう毎回初見の顔になっちゃうこれでも実を言うとね、俺も今回の撮影1週間ぶりなのよ、この大食い。
わ、そうなんですか。だからあのね、想像以上に割と腹いっぱい。そんな空くことないんですか、あんまり普段は。ないね。あと最近はめちゃくちゃ編集詰めしてるから撮影の頻度も減ってるんですよ。これはもう最後の一口ですか。もう麺とかはそうね、ほぼほぼないね。ちょっと一回じゃあ移しちゃうか、せっかくなら。そしたらもうしっかり具材の方はこっち完食ですね。もう一応分かりやすいように移しましたけど、残りはあとこれだけです。完食ですね。ということで、ただいまですね、こちら僕の方の豚麺とマイチンも、ありがとうございます、ごちそうさまです、完食ということで、改めてごちそうさまでした。本日はですね、こちら僕の大好きな藤丸さんで、ね、もう数年ぶりかな、動画だと。やっぱうまいね。うまいですね。めちゃくちゃうまい。今日の撮影なんか練りすぎという形で、できる限りこうお客様が少ない時間帯にお邪魔してるんですけども、ずっとひっきりなしだったね。こういったラーメンが好きでもまだ食べたことないっていう方は結構いらっしゃるかもしれません。ただ好きな方は絶対一度は食べてほしい美味しいラーメンでございます。マエチンともに嘘偽りなく最高のラーメンでございますので、最高でした。はい、気になった方はこのラーメン藤丸さんで美味しいラーメン食べてみてください。ということで本日もご視聴ありがとうございました。この動画だと思ったらチャンネル登録、コメント、高評価、またですね、最近ではサブチャンネルでも活動を始めています。そちらは合わせて概要欄からチェックしてみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。